助動詞の括弧形を見たならばまずは仮定法を疑ってあげましょう。He would still be alive となっていますでもちろんこれは仮定法です。えー、仮定法で still be alive ですからこれは現在の帰決ですね。まあ現在の判事実。まあ実際には彼はもう死んでるんでしょうね。こう書いてあるっていうことは。で それに対応する if 説が来るはずだろうなと思ったらはいここ説問になってですねなんとか he refused to go to the battlefield then まあパッと見たらいや現在の季節だから現在の過程するんでしょあ,あだったら if he refused でいけるじゃないですかって思ってしまうのですがよく見てください時勢のキーワードは常にチェック then があるんです then って過去のキーワードなんですよこれ実は過去時勢のキーワード ってことはそう、実は今回は時勢のクロスが起こってるんですよここ当然過去のキーワードが来るということはここに入るべきは過去の過程ですでなんでこんなこと起こるのかいやそれは過去が変わればそれはその未来である現在は変わるじゃないですか単純にもし織田信長が本能寺の変で死んでいなければ 今頃日本の首都は東京ではなかったかもしれないこれって過去が変わったからその後の歴史も全部変わって結局えー 首都があの東京に行かなかなったそういう可能性を示唆している表現でしょひょっとしたらもしそうじゃなかったならば東京はいまだに江戸と呼ばれていたかもしれないみたいな過去が変わればその未来である現在も変わるというパターン。でこのクロスが起こる時ってのは基本的には時のキーワーワドによる誘導がかかりますあのこういうこ例えばここは過去ですよとか。 今回「still」っていうのは基本的にまあ現在の時によく使われるのでこういう時制のキーワードの誘導が明確にある時にはこういう時制が現在の期欠過去の過去というパターンがあり得ます、まあ、いずれにせよ過去の過程だとするならば本来過去,過去の過程法だったら基本の形はどうですかって言ったらこうなんですよ。あれでもちょっと待てよと。 この形作りたくても作れないじゃないですかと「ヒー・リフューズド」ってなってるんです。ということはじゃあ一体どういうことだというとだったら「イフ」を取ってしまうというこの技ハッドをイフの位置に持ってきてすり替えたらいいんです。そう考えてあげれば、はい、答えは2番の「ハッド」というふうになると思います。はいうのに、まあ、ていうのはにないんだけれれどもそれでるとして一応 if を選んではダメではすよとこれって「HADHEREFUSED」という形にすることによってこれってもともとは当然「IFHEHADREFUSED」だったわけですが「統治」にすることによって「IF」を取って「一語減らすということが可能なんですよということで十分注意をしておきましょう。